圧倒的に勝ったら戦国時代も終わるかな。やっぱり K1 チャンピオン僕なんで。Tres peleas y llegar a la final, así que es sacarlo y sí. 世界最強が誰か知りたくないか。戦国時代真っ只中の K1 フェザー級、その頂点が決まる。K1 フェザー級世界最強決定トーナメント1回戦第2試合。誰が一番強いか。まあ僕は、まあ、自分が一番強いと思ってるんで。K1 フェザー級王者郡司大斗。実力伯仲と言われる K1 フェザー級戦線。その戦国時代に終止符を打つべく去年12月に挑んだタイトルマッチ。難攻不落の椿原達也を下し新王者に。ただ戦国時代終焉とはならず。そして今年4月、王者としての初陣、相手は19歳の新鋭トーマ。ここでも僕の中で0点だなと思ってて、 K1 王者としての戦い方はできてなかった。まあ僕がなっても何ていうんですかね、その時代が変わってないなっていうのは。戦国時代いまだ継続。ただ勝つだけでは何も変わらない。足りないもの、まあ見せる試合かなっていうのは。 KO が一番分かりやすいと思うんで、 KO で勝つっていう。誰が一番強いかっていうのを決める戦い。フェザー級は横一線だと思われてる。率直な感想で言えば、まあ、悔しいの一言ですけど、圧倒的に勝ったらこの戦国時代も終わるかなっていうのは。やっぱり K1 チャンピオン僕なんで。このまま時の王者には成り下がらない。見据えるその先は。 K1 の象徴、顔になりたいなっていうのはすごい思ってます。エキシビジョンで武尊選手とやったのもすごい大きい影響かな。今年2月に実現した K1 の象徴武尊とのエキシビションマッチ。今回は本当郡司選手と戦うことに意味あるなっていうのを。 K1 アマチュア、 K1 甲子園、クラッシュ、そして K1 と史上初、その全てで王者となった。 K1 の申し子として拳を交えた武尊選手は、やっぱりどんな強い相手でも倒されてもいいから倒しに行くっていう。さあ武尊が押し返していきます。これだけ武尊が前に出てくると相手つかむ。何から何まで学びになるような戦い方をすごいしてくれたかな。
象徴から受け継いだ K の魂。頑張ってねみたいな、これから引っ張ってってねみたいな感じだったんですね。僕が人一倍引っ張っていきたいなって。王者としてさらなる高みへ。優勝だけではない、求められるのは強さの証明。圧倒的に KO で勝つ、今まで あのみんなが見てるフェザー級をひっくり返すじゃないですけど、前まではすごい何発も何発も当てて倒すっていうことがあったんですけど、一発で倒すっていうのをイメージしてずっとやってるんで、全く違う自分を見せれるし、おのずと KO できるかなっていうのは思ってます。このトーナメントは僕のためのトーナメントだと思ってるんで、絶対王者っていう形を作っていきたいな。屈辱を一夜にして栄光へ。まあ負けたら、まあ、ベルト返上でもいいのかなっていうのはすごい思ってますね。戦国時代終焉なるか、それとも僕が勝たないと意味ないんで。Soy un peleador fuerte de manos y de piernas. Diego, we can hear his coach telling you. 戦いに飢えた南米の王、 K-1 襲来。ファクスアレス、アルゼンチン。Y me gusta ir con las manos al cruce y también patear bastante. Me gusta patear. 戦いは食うか食われるか。打ち合いを信条とし、次から次へと獲物を仕留めてきた。そして手にした南米最強の座。Quiero seguir haciendo historia mi carrera y quiero que los japoneses me quieran y quieran ver mi estilo de pelea. トーナメントを制し、南米最強から世界最強へ。そしてとどまることを知らないその野心。Ser campeón del mundo del K1 y traer el cinturón acá a Argentina。世界の頂点へ、狙いを定めた南米の王。邪魔する者は蹴散らすのみ。そう、たとえそれが世界の王であろうと。Prefiero no emitir opinión. Realmente estoy súper preparado para pelear tres peleas y llegar a la final. Así que es sacarlo y seguir. 決勝が本当の試合だと思ってるんで、まあ通過点に過ぎないですし、目標にしてるのは1ラウンド KO なんで。どんだけの速さで勝つか。Espero que te hayas preparado bien porque voy a buscar todo y vas a ser solo un trampolín para toda mi carrera。圧倒的に僕が勝って、まあ、K-1 のフェザー級のチャンピオンは僕なんで、まあ、最後笑ってるのは僕だよって感じですね。フェザー級世界最強決定トーナメント1回戦第2試合、軍司泰斗 VS ファクスアレス。